俺は高校生イラストレーターシグレウイヨ。この世のすべての主人公をやってるんだ。草の犬を、ちょ、おかしいな。キャーとか言ってほしいんだけど。罰ゲームですか？違います。俺は高校1年生です。去年も高校1年生だったんだけど、今年も高校1年生だ。またテトリス負けたんか？何も負けていない。俺はゲームがとっても得意だ。休日はエーペックスとバロラントをやっている。あ、留年ですか？ではない。違う、 VTuber ってそういうものだから。答えろ、ウイとはどういう関係なんだ？場合によっては君を押すことも辞さない。シグレウイとかいう女がいるらしいが、まあ俺にはあまり関係ない。あ、もちろん夫婦でもない、友達でもない、家族でもない、弟でも兄でもない、他人だ。ウイとは全く関係のない俺だが、俺のことは絶対に押してくれよな。今まで何人の女性を泣かしてきたのですか？実は彼女もいっぱいいたし、女友達もめちゃくちゃいる。ごめんな、お前ら。まあ俺やっぱ優しいから、気がついたら文芸部とかに入れさせられてたことがあるんだけど、幼馴染の女が俺のこと好きそうだったから構ってやっていたんだが、首を吊って死んだり、ポニーテールの女に幽閉されたり、そんなこともあったな。あと最近だと彼女が配信者を始めてプロデューサーとしていろいろ助けてやってたんだが、なぜかわからないがブロックされたっていうね。俺はモテるから仕方ないんだが、厄介な女たちが多いんだぜ。結構お前らと比べると波乱な人生を過ごしてるかもしれないな。おい、俺の元カノからマシュマロが来た。見てるか？雨とコラボするために100万人行くからな。待ってろよ。え、君にも君を導いてくれるピがいるみたいですね。お前、もうピができたのか？おい、おい、おい。俺を伊藤誠にしないでくれ。違う、俺は伊藤誠ではない。彼女っているんですか？俺はな、今フリーなんだ。これを見てるリスナーの可愛い子ちゃん、待ってるぜ。フリーランスのフリーですね。彼女がいないって意味のフリーだぞ。ビーム打てますか？俺は人間なのでビームは打てません。今日誕生日だからウイヨのイケボで祝ってほしいな。ハート女、おめでとう。キャ、女の子のリスナーが増えたかな。6% ぐらいの女のリスナー聞いてるか？これを勢いに 10% ぐらいにしたいな。キャー、ウイヨくん認知して。おい、坂本はそういうタイプではないだろう。第20ボタンください。そんなにボタンはない。あー、もうやることもなくなってきたし、どうしようかな。いいと思ったら高評価、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。チュッ。